石野陽道から監視講座番外連絡。今私の監視講座は第6回で終わっていますが、近々第7回から始めたいと思っています。そのためには私が皆さんにご紹介しました緩和辞典と2番目に作りました紹介しました本をご用意、至急ご用意ください。皆さんが準備ができたなという時期を見計らって第7回以後の講義を始めます。ぜひとも今度目は午後絶句のうち第1句目をまず作るようできるようにして、その次は第2句目、第3句目、第4句目というように順番にできるように指導したいと思います。なかなか難しいですが、できたら面白い。それは私が紹介している本があれば割に簡単にできるんで、早くご準備ください。